サラリア街道の経路サラリア街道は、イタリアにある古代のローマ街道の一つ。ローマを起点とし、アドリア海に面したカストラム・トルーンタナムまでをつなぐ、全長242キロメートルの道である。レアテとアスキアラムを経由している。セレリアとは、ラテン語で、塩を意味し、サビニ人がテベレ川川口付近の沼地まで塩を採取しに行く、際に使った道で、 ヨーロッパ各地にある古代の塩の道の一つである。歴史家の中にはサラリア街道と塩の交易がローマという街が誕生する原点だったとする者も,もいる。街道の山岳部分にはいくつかの名残が今も見られる。現在の国道4号線は同じ名で呼ばれており、ローマからオステリアヌオーバまでを結ぶ全長5 1トルの道路となっている。 街道沿い残るローマ橋としては、ポンテデル・グランカーゾ、ポンテデラ・スカテラ、ポンテディ・アーリー、ポンテディ・クイント・デッサモ、ポンテ・ロマーノ、ポンテ・サラリオ、ポンテ・サンブッコがある。ありがとうございます。